皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。さて、今ご覧いただいているのは、テスラモデル S の Android アプリのスクリーンショットなんですけど、ちょうどこれはもう自宅で充電しているところのスクリーンショットですね。ケーブルが繋がってて、ケーブルが緑色に光ってます。でですね、ここですね、ここ。 ここに今のバッテリーでどのくらい走れるかっていう距離が出るんですね。ちょっと減ってるんで459になってますね。だいたい満タンで480キロぐらい走ります。それでこの残りのバッテリーで走れる距離が減ってくるとどうなるかっていうとこんな感じですね。バッテリーの残量メーターがオレンジ色に変わるんですね。まあ早く充電してくれよっていうアラートの意味でオレンジ色に変わるんですね。タッチスクリーンにもこんな感じで バッテリーが減ってきてるよ。まあ、早く充電してくださいってことで、え、アラートが出ます。そして、ここですね、ここ。なんか、温泉みたいなマークがあるんですけど、これ温泉のマークですよね、これ完全に。この温泉のマークが何かっていうと、これになります。 バッテリーーののプレコンンディショニングのマークですね、えっと、ナビゲーションでスーパーチャージャーを目的地にセットすると車両が自動的にバッテリーを温めてくれるんですねそれでスーパーチャージャーに到着した時にバッテリーの温度を上げといてスーパーチャージャーの充電速度が最大最速になるように車両が設定してくれるんですねそのマークがこの温泉のマークなんですねさてプレコンディショニングしながらやってきたのは テスラセンター千葉稲毛ですね。スーパーチャージャーがずらずらーっと8機もあります。昨年の11月12日にオープンした、えー、新しいスーパーチャージャーですね。24時間利用できるスーパーチャージャーが8機で、えー、充電能力は250キロワット、えー、早いですね、えー。土曜日の夜10時ごろ、えー、やってきたんですけど、空いてましたね。あちらにいらっしゃるモデル3の方と私の2台だけでした。 それでは、えー、スーパーーーパチャージャジしたいいと思いますまずは、えー、充電コネクタをガチャッと外して充電の蓋をポンと叩けば開きます最初は白ですね白挿入 OK ですブルーは車両の状態確認です確認が終わったらグリーンに光ります確認が終わりましたねはいスーパーチャージャー始まりました スーパーチャージャーこれが楽なんですよね。コネクタ刺せばもう勝手に始まっちゃうんですよね。カード認証とかはいらないのでとっても楽です。それでは乗り込んで充電速度を見てみたいと思います。ここですね。1時間に740キロとか出てますね。まあこれだんだん下がってくるんですけど、下がってきて1時間に650、40キロぐらいですかね。640、30ぐらい。そのぐらいで充電されてました。ということは30分でだいたい300キロぐらいのバッテリーが溜まります。 まあそうは言ってもガソリン車の給油する時間に比べると電気自動車の、えー、充電時間はかかってしまいます。えー、まあ早いと言われているこの千葉稲毛でも、えー、30分で300キロとかそのぐらい。まあやっぱり30分とかこうい時間かかってしまいます。で、そんな時はまあ時間を潰すというか、まあ、暇つぶしに、えー、私は こんな感じで、車内にタブレットつけてあるんで、それで映画を見たりしてます。まあ、なんだかんだ、まあ、30分とか小1時間かかるので、まあ、映画を見て、まあ、時間を潰すというか、まあ、有効に使うというか、逆に映画を見ると、まあ、30分とか小1時間じゃ足りなくなってくるので、まあ、ちょうどいいというか、まあ、いい暇つぶしになります。映画を見ないときは、 まあ仮眠とかしたりもしますけど、まああとは SNS のチェックとかもしますね。まあでもやっぱりなんだかんだ映画を1本見るのがちょうどいいですね。まあ実際スーパーチャージャーで1時間充電しても映画1本見終わらないので、まあ、映画が半分ぐらいしか見れないので、残りの映画は家に帰ってみたり、帰りのドライブで見たりしてます。以上、簡単ではありましたが、えー、テスラセンターの芝居だけの スーパーチャージャーの紹介動画でしたそれではご視聴いただきどうもありがとうございましたぜひチャンネル登録よろしくお願いしますあテスラに関する質問等ありましたらぜひコメント欄にお願いしますそれでは失礼します